桜花七部会バーソロミュー熊に追い詰められた麦わらの一味だったが、ゾロの捨て身の行為で辛くも危機を脱し、ブルックを仲間に加えて航海を再開した。やがてグランドラインを半周し、航路を横断する絶壁の大陸レッドラインに到達する。この大陸を越えて新世界に入るには、シャボンディ諸島にいる職人の手で船をコーティングしてもらい、深海にある魚人島を目指すしかない。航海の途上で再会した元アーロン一味のハッちゃんと和解した麦わらの一味は、彼の案内でシャボンディ諸島に上陸。そこには超新星と呼ばれる億超えのルーキーたちが集結していた。一方で町では天竜人と呼ばれる貴族が理不尽な振る舞いを繰り返していた。彼らはかつて世界政府を作った王たちの末裔で、もし手を出せば海軍大将が派遣されるという。そんな天竜人と小競り合いが起こり、ハッちゃんが撃たれた。激怒したルフィは天竜人を殴ってしまう。事件はすぐに海軍に伝わり、ルフィたちは海軍によって直ちに包囲された。いずれ海軍大将も現れるという危機的な状況の中で、ルフィたちの前に謎の男が姿を現す。おお、ハチじゃないか。何しとるこんなところで。その傷はどうした？レイリー、なんでこんなところに。なるほど。まったくひどい目にあったな。お前たちが助けてくれたのか。さて、何した今。なんだこのじいさん。その麦わら帽子は精悍な男によく似合う。会いたかったぞ、モンキー D ルフィ。名誉シルバーズレイリー。まさかこんな大物にここで出会うとは。この島じゃコーティング屋のレイさんで通っている。下手にその名を呼んでくれるな。おっさん、俺に会いたかったってなんだ。話は後にしよう。まずはここを抜けねばな。すでに海軍に包囲されているようだ。犯人は速やかに降伏せよ。じきに大将が到着する。どうなっても知らんぞ、ルーキーども。巻き込まれるどころか完全に共犯者扱いだ。仕方ねえ、表の掃除はしといてやるよ。お前は下がってろよ、これだけで十分だ。奴らを捕まえろ。まずは海軍の包囲を突破しよう。私は手を出さんので、君まで頼むぞ。音楽は力で。俺がやる。お前は逃げていいぞ。もう一度俺に命令して、お前からする。フランガボットの小さん。なかなか頼もしいじゃないか。いますよ。これで包囲は解けた。音楽は力です。待て。キリがね。ルーム。お前ら先に行ってろ。シャンブルス。撃て。気を楽にしろ。すぐに終わる。じゃあな、麦わら屋。何なのあいつ。ちゃんと仲間を守ってた。俺はあいつ嫌いじゃねえな。敵はまだ来るぞ。今のうちにハチを安全な場所に運んでくれ。ニュー、迷惑かけてすまねえ。そこまでだ。ハチを頼むぞ。他の者は私と共に行こう。後でまた落ち合えるだろう。あいつらが敵の注意を引いてるうちにハチは逃げて。よっ暴れて気を引きつけねえとな。腹を刺されてちょう。望むの頼む。敵の注意があいつらに向かってる。いますよ。あっちが苦戦中だ。火星に向かえ。もしかしてキラーバークで後に来たって言ってたやつか。ああそうだ、やるしかねえな。ええと分かってんだから初めから全開だ。行くぞ。何なのか。衝撃も飛ばさねえし苦球もねえが。よし、ここでハチを休ませるという。君たちも少し中で話さんか。ええ、海賊王の船に。ああ、副船長をやっていたシルバーズ・レイリーだ。よろしくな。しかしよ、ゴールド・ロジャーが処刑されたってことは一味は全員海軍に捕まったんだろう。捕まったのではない。不治の病にかかっていたロジャーは最後の航海でグランドラインを制覇した後自首したのだ。そして公開処刑の場で大海賊時代の幕開けとなる最後の一言を残した。わずかに灯った命の火を奴は豪華に変えた。我が船長ながら見事な人生だった。じゃあまるでこの大海賊時代は意図してロジャーが作ったみてえだな。そこはまだ答えかねる。ロジャーは死んだのだ。今の時代を作れるのは今を生きてる人間だけだよ。おさ、一個だけ聞きてんだけど、ワンピースってのは本当に最後の島に？ウソップ！宝がどこにあるかなんて聞きたくねえ。宝があるかないかだって聞きたくねえ。ここでおっさんに何か教えてもらうんなら俺は海賊やめる。つまらねえ冒険なら俺は死ねえ。やれるか君に。この先の航海は君らの想像をはるかにしのぐ。敵も強い。君にこの強固な海を支配できるか？支配なんかしねえよ。この海で一番自由なやつが海賊王だ。お前ら気をつけていけよ。本当にありがとうな。麦わらの一味を見つけたぞ。船のコーティング作業には3日もらおう。終わるまで君たち死ぬんじゃないぞ。バスケットかするぞ。やるぞ。いますよ。おいよ完了。アンマーいきますよ。嘘だろ、さっき倒したやつが復活しやがったぞ。おいおい、なんて無様な姿だ。海賊に押されてんじゃねえよ。お前は何者だ。いきますよ。何も答える筋合いはねえな。お前は世界一口の固い男、戦闘丸だ。締めるぞパチメスター。あれを何体も相手にしろってるか。ここは逃げよう。一緒じゃダメだ。バラバラに逃げるぞ。いますよ。ちょっと待て、もう相当。いきますよ。とにかく逃げろ。偽物だとしてももうあんなのと戦う体力残ってねえぞ。ガボッと女パン。刻る。もしもーし、こちらキザル。おかしいね。気をつけ。海軍大将。大将。そろそろキザルのおじきも到着してる頃だな。じゃあ、ワイも行くか。愛は世界一ガードの堅い男。日本のガードも怠らねえよ。戦闘マンの進路を塞がれちまった。これじゃ敵に打ちかれるぞ。ああ、行くぜ。怖いね。もしもーし、あれ？もしもーし、ああ、こっちか。ガチャ。こちらボルサリーノ。おじき、ちゃんと持ってんじゃねえか、コデンベン虫。なんで連絡してこねえんだ。おお、戦闘丸くん。ああ、じゃねえだろ。何やってんだよ。もう島に着いてんだろ。いや、それが連絡取れなくてね、君に。もういいよ。それよりさっさとこっちに来てくれ。おお、わかったよ。ここは通さねえよ。僕が愛は能力者じゃないぜ。いきますよ。愛はガードだけじゃねえってこと、今教えてやる。なかなかいい攻撃力だ。おめえらの力を見くびってだぜ。アシビスタ、あつらの逃げ道を塞げ。じゃあ進めねえ。どうすりゃ。お前らのバカ騒ぎのおかげで仲間を逃がせた。借りは作りたくない。お前戻ってきたのか。道を塞いでるやつらは俺の周りに集めろ。まとめて片付ける。そいつはお前を狙ってるぞ。そのままこっちに連れてこい。時間をかけすぎだ。再起動する前にと言ったはずだぞ。に現れるじゃねえか。動かれると厄介。ぶっ飛ばして動きを止めておけ。俺が目指すのは世界一の剣。それまで負けるわけにはいかねえんだよ。勝機はねえ。これで終わりだ。カウンター。それでいい。こいつが再起動する前に他のも同じ要領でやってくれ。いますよ。やられるかバカ野郎。もう一丁羅にかけて。これでいい。あとは任せて。ルームシャンブルズ。これで撤退を再開できるな。麦わらの一味はあそこか。トラファルガーロー、君も捕まえにゃならんのでね。やべえ、あいつも狙われた。せいぜいお気をつけなすってひよ、このショック。お前、何やってる。早く逃げろ。速度は重さ、光の速度で蹴られたことはあるかい？いいっす。すいません。少しだけ本気を出そうか。やれ本気を出さなきゃいかんかね。これで終わりだ。カウンターいきますよ。びっくりしたね。でも麦わらの一味は逃がさないよ。旅行するならどこへ行きたい？え？ナミ！もうやめろ！お前！ナミ！助け！もう二度と会うことはない。さらばだ。グランドラインシャボンディ諸島12番グローブ。この日、船長モンキー・ D ・ルフィ率いる海賊団麦わらの一味は完全崩壊を喫した。